このそば。おいめぐみ、準備できたか？はい、これに袖を通すのも久しぶりですね。どうでしょうかカズマ。おお、なんか新鮮だな。それだけですか？こういう時は素直に褒めるのがモテる男の秘訣ですよ。モテない男って決めつけないでもらえる？いいから行くぞ。学生時代から成長した我が勇姿を見せるため、いざ競演の会場へ。あ、姉ちゃん来た。名役のもと集められし我らの競演の時。めぐみ、お誕生日おめでとう。私ケーキも作ってき。ケーキ、姉ちゃん早く食おう。米粉、ケーキは我が祝砲の後にしましょう。祝砲？姉ちゃん今日もやる？もちろんです。後には何も残りませんよ。鍛えに鍛えた我が爆裂魔法が塵一つ残さず全て消し去ります。やっぱり世界最強の爆裂魔法使いは姉ちゃんだね。早く見たい。あとケーキも食べたい。いいでしょう。では早速。光に覆われし漆黒よ、夜をまといし爆炎よ、黒より黒く闇より暗き漆黒に我が真紅の金光を望みたもう。覚醒の時来たれり、光魔の名のもとに原初の崩壊を権限す。終焉の王国の地に力の根源を隠匿せし者、我が前にすべよ。いつも以上に長いな。今日は爆裂魔法の申し子たる我が誕生日ならば、お祝いはもちろん爆裂魔法で始めましょう。いけ兄ちゃん。いきます、エクスプロージャン。ハッピーバースデーめぐみ。このスパ